はい、吉田隆の教え方チャンネルです。えー、今日は6年生の道徳、僕の名前呼んでについてお話をします、えー。内容項目は家族愛・家庭生活の充実です。はい、それではあらすじです。太郎の両親は聴覚障害者である。その太郎は一度も名前を呼ばれたことがないだろうという心ない言葉に激しく動揺する。父親にその思いを伝えると父親は耳が食わないことを恥ずかしいと思っていない。ただ、 太郎が生まれた時に、母親が産声が聞けなかったことをひどく、悲しんでいたという話をするという話です。はい、小学校学習指導要領の解説を読んでみました。教材文は非常に感動的な内容なんですけれども、まあ以前の教材でも話をしたんですけどもまあ。 家族愛だとか家庭生活の充実というのを扱うのはなかなか難しいなということを改めて感じましたというのはもう最近はですね、えー、家族の携帯が非常に、ねえー、多様になってきました。もう 例えば母子家庭のような家庭もあれば大家族で生活しているところもあるとそんな中でこの、ね「両親が聴覚障害者」というこの教材ですね、まあ、極めて稀な例だと思うんですけどもそれをどう位置づけるのかっていうことでいろいろ考えたんですけどね。 あのまあ、学習指導要領でいうと、赤の部分、ですね家族の自分に対する思いや願いについては深く考えることは少ないと、まあ、教材文の中でお父さんが、えー、まあ手話を使ってね、太郎くんに、太郎くんが生まれた頃のお父さんお母さんの喜び、そしてね、お母さんの悲しみについて語る部分はあるんですけども、こういう部分ってなかなか聞く機会はないんじゃないかなというふうに思いました。えー、まあそこででですね教教材文は教材はとして読んで、えーね、今回の,この 教材では自分と家族との関係について考えてみる機会を作ると、こういうような形で計画を立ててみました。はい、えー、それでは授業です、えー。まず自分の家族について考えたことはありますかと。これは簡単にね、えー、こう問いかけるだけで終えて資料を読んで、えー、感想をノートに書かせて発表させたいですね。えー、その上で、えー、太郎は父親の話からどんなことを知りましたかと。まあ、これは発表させて板書にまとめてい。 でえー、それからですね父の話を聞いて太郎の考え方に何か変化はあったと思いますかとここはね少し時間を取ってね子どもたちに、えー、考えさせたいですよねまあ意地悪な子にねお父さんは老う者だってこの子はきっと知ってたんでしょうねその意地悪な子が名前呼んでもらったことないだろうということでね激しく動揺して帰ってくるんですけどもね、えー、お父さんのね話を聞いて太郎くんにも当然心の変化があったと思いますね。 特にね、名前を呼んでと言ったことについて、どう考えるようになったと思いますかと、ね、名前は呼べないんだけども、ね、お父さん、お母さんが自分のことを、ね、しっかり、ね、大切に思ってくれるということは、ね、気がついたと、ですからもうこんな無理なことは言わないでおこうと思ったというような意見が出てくるんじゃないですかね、その上でね、こういう、ね、家族もあるんだけども、みんなの家族はどうかなと。 今日はね、自分と家族の関係について考えてノートに考えを書いてご覧なさいというところで授業を終えてみたいというふうに思います。はい、ご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録をお願いします。